こんにちは、コンタッケです。本日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。前回の東京新地図がちょうどコレマサ橋で終わりましたんで、今回の東京新地図はこのコレマサ駅から、ちょっと出発して6駅しかないというワンマン電車西武玉川線に乗って武蔵境に行きたいと思います。本日の東京新地図です。玉川線の電車に乗るなんてもう学生時代以来かもしれないね。数十年ぶり。昔さ、白糸台っていうところにちょっと知り合いがいたもんで、よく学生時代はそれに乗ったりしてたけども、それ以来かな。武蔵野線じゃないや、玉川線か。はい、じゃあお集まりの皆さん、10から皆さんで一緒に数えていきます。ご発声お願いします。17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28。もっと大きな声で改めましてコンタッケです。コレマサからですね、西武玉川線で着きました武蔵境。ちょうどね、夕方ぐらいに着いたんですけども、ちょうど着いた時に武蔵境のイルミネーションの点灯式っていうのをちょうどやっててね、そこに立ち会うことができました。なんか本当にね、今日から来年の1月いっぱいぐらいまでこのイルミネーション点灯してるそうです。すごい綺麗ですね。その点灯式にたまたま立ち会えたというわけです。
はい、で今日武蔵境でございますけど、武蔵境はね、まあ、コンサートとかでよく来る街ではあるんですけれども、本日は味噌ラーメンツアーまたやりたいと思います。まあ有名ですよね、私自身も以前5年ぐらい前に行ったことがあるお店なんですけれども、それ以来ご無沙汰になってしまったお店、改めて今回行ってみたいと思います。今ここ武蔵境の北口駅前なんですけれども、そこから徒歩5分から7分くらいですかね、歩いたところにあります。そこに、これから行ってみたいと思います。ちょっとね、一風変わった味噌ラーメンではありますね、本日の東京新地図、味噌ラーメンございます。こっちの商店街を抜けてずっと北の方に行くような感じですね。早速行きたいと思います。武蔵境自体は割とよく来てるんですけれども、夜の武蔵境というかね、夜の商店街の北口の方を歩くっていうのは結構久々ですね。北口のスキップ通り商店街を抜けると一気にね、ちょっと道路が暗い感じになるんですけども、さらにちょっと北上していく感じですね。改めましてコンタッケです。わかります？急に夜から昼になりました。明るくなりましたね。と言いますのもね、実は今から行こうとしていたお店が、実はコロナの影響で営業時間を短縮しててですね、夜の営業をやってなかったんですよ。ですから本日また別の日にですね、撮り直しを今しております。ですからさっきまでイルミネーションの見える夜だったんですけれども、また昼の時間に出直してきました。お昼の時間帯です。今から行くお店はですね、もう結構有名店なんでご存知の方も多いと思います。もうすでに行列になっておりますね。これからそこに行きたいと思います。かなり久しぶりの訪問になりますね。1時間ぐらい並びましたかね、ようやく入店です。店内には味のこだわりが書かれていたり、お品書き、こちらね、大盛りが無料なんですよ。そこが嬉しいところであります。店内6人から7人ぐらいしか座れないかな、カウンターだけの小さなお店、ようやく到着いたしました。特製辛味噌ラーメン、美味しそうでしょ。盛り付け、まあそうですね、
ここのお店やはり麺が特徴的なんですよ。ものすごく太いでしょ。これ平打ち麺、手もみの平打ち麺でございますね。これがまたうまいんですよ。ちょっと変わった麺です。いただきます。久しぶり、うずらさんです。やっぱこの平打ち麺うまいね。これはこれで本当にうまい、濃厚な味わいです。これは北海道産の小麦、春よ来い夢力北ほなみという小麦を、季節ごとにね水分量を変えて配合しているそうです。でこのチャーシューなんですけれども、こちらは豚肩ロース、柔らかくするためにこう低温調理で仕上げているそうですね。ピンクがかったこの色がまた鮮やかでうまいですよね。本当にね柔らかい食感で、ね、肩ロースの旨味を感じることができますね。そしてこの麺を食べるというね、うまいね。さてこのスープなんですけれども、鹿児島産の赤鶏薩摩という鶏とですね、大量の豚骨を煮込んで、そこにごぼう油なんかを加えてスープを作るそうです。味噌はですね、東京中野産東京阿武又味噌武蔵野というのと、信州の浮麹甘口の味噌なんかをブレンドして使っているそうですね。そしてこの煮卵ですが、茨城産の奥次郎というね、黄身まで味が乗った濃厚な卵でございます。これがまたうまいんですよ。濃厚な味玉、よーく味が染みていてうまいね。そしてあっという間に完食でございます。ごちそうさまでした。久しぶりのうずらさん、うまかったです。ごちそうさまでした。はい、さて武蔵境のうずらさん、久々に来ましたね。行列は1時間待ちましたね。ここ来たのね、もう本当に数年ぶりで、かなり久々だったんですけど、久々に食べたけどやっぱ美味しかったですね。麺に特徴があって、手打ちの平打ち麺ということで、普通の極太のよくある味噌ラーメンとはまた一風変わった麺ね、それが特徴のうずらさんの味噌ラーメンでありました。もう汗かいちゃって、思わずね、思わずというか汗がもうタラ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 出てきました。さてこの東京新地図ではね、またしばらくちょっとまた味噌ラーメンを追っかけていきたいと思いますね。ラーメン全般に好きなんだけど、中でも味噌ラーメンが私は好きなもんで、味噌ラーメンが美味しいものを食べたいなと思っているから、またちょっと気になる味噌ラーメンがあれば訪問してみたいと思います。本日の東京新地図は武蔵境の東京味噌ラーメンうずらさんからお伝えいたしました。ありがとうございました。コンタックでした。もしよろしければチャンネルの登録もしていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。すいません、お待たせします。